それでは小西桜通り商店街の中にある分譲マンション、近鉄奈良駅前まで歩いて2分にあります 3LDK のこちらのお部屋をご紹介させていただきます。まずこちらなんですけども、広々としてシックでおしゃれな内装となっております。リビングとなっております。このように横幅もございますし、このようにこちら幅もございますので、ダイニングテーブル、そういったものを置いていただいて、ご家族の方が集まっていただきやすい空間のリビングとなっております。このようにですね、カウンターキッチンもございますし、普段でしたらこういったところに、収納という形でございますけども、こちらの方はございませんので、このようにすっきりとした明るい空間となっているリビングとなっております。まずその隣にはですね、こちら 4.5 畳の和室がございます。奥にはですね、しっかりとした幅と奥行きのある押し入れがございますので、お布団、座布団、そういったものを収納していただくにぴったりの、収納スペースとなっております。またこちら板の間ございますので、こちらもですね、4.5 畳でございますけれども、もう少し幅のある、スペースのある和室となっております。またこちら奥にはですね、このようにお料理のしやすいキッチンございます。まな板なども置いていただきますし、このようにですね、システムキッチン、グリルございますし、食器洗い洗浄機、こちら日々の食器洗いをですね、楽にしていただく、ものもしっかりと、設置されておりますので、初めての、こちらでの生活でも、生活がしていただけるのではないかと思います。収納スペースもですね、このようにしっかりございますので、調味料などそういったものもしっかりと、収納していただきます。では続きまして、こちら奥に行きますと、こちらがですね、洗面所となっております。独立洗面台も大きくございますし、鏡もございます。このようにですね、こちら、その後ろにはですね、洗濯機を置くこともできますので、またこちらタオル、洗剤類、そういったものを収納していただくのにぴったりの収納スペースもございます。その奥にはですね、足もしっかりと飛ばしていただけるお風呂もございます。また手すりなどもございますので、立ち上がりなどそういったものにも不便を全く感じることはございません。では続きまして、こちら、お手洗いがございます。お手洗いにもですね、収納はございますし、もちろん手すりもございますので、空間、お手洗いの空間としましても、かなり、すっきりと、使いやすい空間となっております。またこちらにはですね、押し入れ、収納スペースがございます。このようにですね、特に、突っ張りも等々ないんですけれども、普段使わない季節の、衣替えのようなものですね、そういったものもしっかりと収納していただけるので、かなり使い勝手のいい収納スペースになっております。では続きまして、こちら、こちら洋室となっているんですが、お子様の子供部屋としてもしっかりと使っていただきやすい広さの、洋室となっております。こちら、奥行きもかなりございまして、段差も変えれるような収納スペースとなっておりますので、お子様の成長に合わせまして、収納スペースの有効活用が、していただきやすい、ところとなっております。続きまして、こちら、こちらがですね、ご夫婦の寝室として使っていただきやすい、洋室となっております。洋室奥にはですね、このようにウォークインクローゼットがございます。こちらのウォークインクローゼットもですね、奥行きがしっかりございまして、高さもしっかりございますので、収納していただけるものの幅、コート、そういったものもしっかりと、収めていただくことができます。続きまして、こちら、まあ、最後になるんですけれども、こちら玄関周りとなっております。玄関にはですね、センサーライトついておりまして、またこのようにですね、大人の、大人2人分が立ったとしても、全然余裕のある、玄関周りとなっておりますので、
ストレスなく、靴の、履き、履いたり脱いだり、そういったものができるのではないかと思います。これでこちらのお部屋の、ご紹介を終了させていただきます。またのご来店お待ちしております。